日本岡山県浅口市六条院六条院は、岡山県浅口市の地域である。同市の市役所が所在する。また、旧鴨形町の役場も所在した。鴨形町六条院東、鴨形町六条院中、鴨形町六条院西、鴨形町鳩が、他の四大技、町長からなり、同市新設以前には、六条院東、六条院中、六条院西、 鳩が、丘と称した。現在でも、六条院東、六条院中、六条院、西、鳩が、丘とも呼称される。鴨形町以前は、浅口郡に属し六条院町と称した。それ以前は、六条院、東村、六条院、中村、六条院西村であった。郵便番号は六条院中が719-0252。 六条院東が719-0254、六条院西が719-0251、鳩が丘が719-0253。鴨形駅浅口市の中西部、南は道市寄島町、西は浅口郡里町町に接している。北部が平地、中部以南が山鹿地で、明王院山が中央にある地区である。泉山東側の里見川支流。 立川伊東が、おおむね六条院東、同じく、泉山西側の里見川支流、鳩岡川流域が、おおむね六条院西となっている。北部の平地を JR 山陽本線が、東西に通過、鴨形駅が六条院中の地内にあり、駅前に街並みができている。国道2号が山陽線の南側を平行して通り、この付近が、 現在の浅口市及び旧加茂型町の中心市街地で市役所や郵便局などがある。米、麦、桃、梨、柿、タバコ、女中肉を主要産物としたが、現在は米、桃以外は衰退。六条院中の天台宗明王院は、備中国一円の天台宗の総本寺とせられた名札。他に、同州市雲寺があり、小石部落に、 岡山女子短期大学があったが、現在は、倉敷市営店、岡山山陽高等学校が建設された。六条院西に、天台草園玉院がある。また、東宮又次郎の居城と伝える竜王山城があり、典型的な山城で、最後の備中国主語、細川通薫も、この城を集築していたという説がある。さらに、竜王山の西の麓に、 トン又次郎の墓と伝える五輪島が残っている。現在、寄島町東部となっている安草地区は、近世には六条院、西村の枝村で、明治になり寄島村成立時に、道村へ移管した。古代、和名将に見える大島里の北部にあたり、鴨形、地頭家などと共に、古代の上理の跡が検出されており、六条院中に、古冊名王院があり、 また道村に市場原という枝村もあった。古くは浅口郡六条院村という一つの村であったが、中六条院村、東六条院村、西六条院村に分かれる。また、六条院、中村、六条院、東村、六条院西村とも呼ばれており、江戸時代の天保の県地調にはそのように載っており、その頃までには、 後者の尊名を正式に名乗るようになっている。この地方も中世は、鴨方にいた細川氏の支配下にあり、近世の初め毛利氏の進出を見たが、慶長5年、幕府領に収められ、寛永9年、備前岡山藩に属し、漢文12年、池田正子とが、岡山神殿藩を創立するとともにその藩都に移る。備中村藩には、六条院中が、孔一、 301国9都5章、六条院東が、六611国9都4章、六条院西が、百943国1章とある。なお、一部は、病院の所領となっている。六条院中の南部、新富戸と山部落に、同名の古社、新富戸と山神社があり、漢文6年、池田光政が、 寮内の神社整理を行ったときこの地方の商社1万1554社を同社に集めて祀った。明治になり、1876年に六条院、西村枝田村の安宗村が浅口郡東大島村などと寄島村を新設。1877年、浅口郡六条院中、六条院東、六条院西の三村が合併し、 同軍六条院村を成立させたが、1887年に分村し、元の三村に服した。その後、1889年6月1日の町村制施行により、再び先の三村を合併し、新たな六条院村と、少子、村役場を六条院中に置く。1934年の調整を実施を経て、1955年4月1日に、 鴨型町と合併し、鴨型町を新設し、六条院中に役場を設置した。六条院中の西端部から六条院西の北西端の地区に大型団地が造成され、新たな町町として、鳩が岡市から四丁目を設定した。町名は、この地の西方を流れる鳩岡川に由来する。2006年3月21日、浅口郡鴨型町、寄島町。 根校町の三町が合併し、浅口市を新設。六条院中の旧鴨形町役場が新浅口市役所となった。上理に関係するという説もあるが、実際は白川天皇の御子の霊を弔うために平安京に建立された寺院六条院の所領であったことが由来。鎌倉時代末期の室町院所領目録の中に六条院領、 備中国大島保と記されている。山岳河川公的施設教育施設福祉施設、郵便局金融機関交通機関一般企業、商店神社仏閣、その他宗教施設一般企業、商店神社仏閣、その他宗教施設史跡、公園一般企業、商店道路鉄道カモンガ町6乗院中に関する、カテゴリー、鴨形町6乗院東に関するカテゴリー、 鴨型町六条院西に関するカテゴリ鴨型町鳩が丘に関するカテゴリありがとうございます。